が。やばい、めっちゃお腹が鳴る。これ聞こえとるんかな。お腹が鳴ってます。こんにちは。オッケー。ちょっと、そう、朝ごはんも昼ごはんも今日食べてなくて、もうめっちゃお腹空いたんですけど、配信終わったら食べたいと思います。あ、ちょっとね、メイクをね完璧に完成させてからね配信しようと思ったんですけど、間に合わなかったです。10分に配信時間予約入れてたので全部のメイクが間に合いませんでした。あ、やばい、めっちゃお腹鳴る。めっちゃお腹鳴る。待って、どうしよう。ちょっと一回このわさびで隠したいと思います。ちょっと一回行ってきます。よいしょ。よし、オッケー。なんかやばい、お腹空いた。皆さん食べましたか？なんか重すぎん、前髪。やばい、めっちゃお腹空いた。めっちゃお腹鳴るよ。配信終わったら食べよ。配信終わったら食べよ。なんかね、このお昼のね配信までにちゃんと身支度をして配信しようと思ったんですけど、ちょっと間に合わなかったので、間に合わなかったのでちょっと今やりたいと思います。頑張って5分で終わらせたいと。何食べた？みんなスーパーで弁当買って食べた。美味しいよね。なんかそういうのが一番美味しい気がする。何食べよっかな、ゆら。なんか適当に、適当に家にあるものを食べますけど。やばい、めっちゃお腹鳴る。やばい、絶対聞こえてる、これ。これは聞こえてる気がしますけど。聞こえてないかったら一番いいけど。Mm-hmm.
なんかすいた。蒙古タンメンは蒙古タンメンあるけど、あるけどなーって感じ。どうしようかなーって感じ。サマの塩焼き弁当美味しそう。そういうのはね一番美味しい気がします。そういうのはじゃない、そういうのがか。やばいやばいやばい、お腹が、お腹が。え、そう、あるよ、蒙古タンメンある、あるけど、なんか昨日めっちゃ食べたっていうか、なんか昨日めっちゃ食べたからなんかどうかなって感じ。昨日はね、和栗なんちゃらっていうところに行ってなんか食べたんですよ。スイーツで、その後に夜はサムギョプサル食べに行って、韓国料理を食べに行って、昨日いとこと行ったんですけど、サムギョプサルを食べに行ってってやったので、ちょっと食べ過ぎかなって若干思ってますけど。でもなんかさ、ユラ的にさ、めっちゃなんかサムギョプサルそんなに太るっていうイメージないんだよね。太るのかな、あれ。サムギョプサルって太るのかな。なんかユラは太らない気がするけどなんか本当にご飯もめっちゃちょっとしか食べなくて、あとは全部お肉をあのサンチに巻いて食べただけなんですよ。だから、え、そんなに太らなくないと思ってるんだけど、思ってます。そんなサイドメニューとかも全然食べてないし、本当にユラはサムギョプサルをただに食べてお腹いっぱいになっただけなので、なので実質おやつと夜ご飯しか食べてないんですよ昨日は。だからいいかなとか思うけど、なんか食べ過ぎた感がすごくて、なんでだろう、なんか食べ過ぎた感がめっちゃあるゆら今。え、だよね、炭水化物本当に少ない。あ、でもアイスは食べたアイス食べたけど、ガリガリ君の梨だから、ガリガリ君の梨だからそんなに、そんなになんですよ別に。カロリー的にガリガリ君の梨だから全然大丈夫だと思ってるんですけど、そうそうそう、ガリガリ君はほとんど氷、マジで甘い氷だからまあいいかなとか思ってますけど。あ、今日は19時からミクチャ私ありますので、ぜひ来てください。ミクチャがあります。こんにちは、こんにちは。ちゃんと食事しないと夏バテ。本当にそうなんよ。なんかちゃんと
と食事しないと夏バテ。本当にそうなんよ。なんか昨日はね夕方ぐらいまで食べなくて、ちょっと本当にそれで外歩いてたからマジで若干倒れそうになって、急いでコンビニでポカリを買ったご飯じゃなくて急いでポカリを買った。ミクチャ使い方前よりは分かった気がする。本当19時は予定があって、お仕事ですか、それともお仕事ですか。めっちゃ暑い最近、本当に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 暑い。そう、なんかさ夏さ食欲失せる人マジで羨ましいんだけど、全然失せんし。だからなんか夏痩せる人多いって聞くけど、全然なんだがみたいな。本当に年中一生ダイエットができませんね。一応ダイエットができない。ということになります。やばい。メイク配信みたいになるダメだ。なんかやだな、なんかやだな、なんか嫌だな。ふう、なんかマジで最近、何食べよう。本当にみんなも夏バテにならないように食べてくださいね。食べて水分補給をして、日傘がめっちゃいいっていうことに気づいた。なんかね今までなんか日傘とか外に出るとき刺さなかったし、なんなり日焼け止めもなんか塗んなかったけど、なんか今年ちゃんとしてるわ。なんでだろう。今年マジちゃんとしてる。なんやろ。マジで日が張って全然刺してないのと本当に暑さが違うくてめっちゃ良いよ。日傘といえばレイカちゃん、それな。レイカちゃんは本当にもう多分3月ぐらいから刺してるんじゃない、知らんけどなんか前プロフィールでね見た気がする、なんかそうなんか。マジで暑い、本当に暑い。もう夏じゃんと思って。夏なんですか今って、信じられないんだが、今って夏なんですか。8月ってもうさすがに夏って言うよね。
え、夏なの今。今夏だよ。夏か。真夏の三句。でもなんかさ、なんだかんだ9月ぐらいが一番暑いんだよね、ゆら的に。わかる？みんな8月も暑いけど、9月とか8月中旬が暑いよね。8月中旬から9月10月らへんがマジで暑い気がする。はい、うんうん、次のステップへ進みたいな、この中にキュラな波を落さない。ここら辺がいいですね。10月ぐらいの運動会が一番暑いっていう記憶がユラの中にはあるんですけど、なんかユラの学校の運動会が9月ぐらいだったから、頑張りましょう皆さん、頑張りましょう、頑張りやしょう。今日はこれ水色なんです。あんま見えんかもしれんけど、水色的な感じなんですよね。こちら水色的な的な的な感じです。ちょっと朝から配信画面こうやって見ながらやったらなんか全然違うようになりそうで怖いな。そういえばね皆さん、昨日ゆらはねチャイナを買ったんですよ。皆さんチャイナ買いましたんですよ。なのでもうチャイナの配信決定なんですよ。チャイナ買いました。チャイナ買っちゃいなということで買ったんですけど、なんとなんとなんと600円、500円600円で買いました。500円600円。え、水色に見えないこれ。水色、ここは白だけどここ水色。いつやるかはちょっとまだ決まってないんだけど、でもあのチャイナ買った500円600円ぐらいで買って、マジで神と思って買いました。明日、いつだろうな。8、9、10のどこかでやろうかな。今のところね、まだ決定ではないので。そう。そんな感じ。まあそこら辺のどこかでやりたいと思います。タタンタロン。
はい、この配信はとりあえず1時までしたいと思います。1時までしたらね、みんなお仕事頑張ってくださいませ。みんなお仕事じゃないの今、なんかいっぱい来てくれましたが、皆さんお仕事休憩中、今あ、今からなんだ。1時から仕事。そう、そういう方が多いと思ってちょっとこの時間やってみたんですけど、ショールーム。今日休み？昼休み中。ほう、そうそう、昼休み中の方がいると思いまして。そう、あ、ちょっとギフト読んでなかったので、平吉さん、ゆめのちゃん、くるちゃんさん、まつさん、ゆめのちゃん、ギフトありがとう。スイカやら、スイカやら、かわいいやら、ハートやら、いろいろありがとうございます。昼休みちょっとゆっくりしてます。いいね。午後も頑張りましょう。頑張りましょう。ちょっと夜配信はするかわかんないや。とりあえずミクチャはするんですが、そう、ミクチャはするけど、ショールームはちょっとわかんない。できたらするし、できなかったらできないです。うん、木田さんはミクチャ何時にするの？ゆらは何時だっけ、19時から20時の間に。ホリエモンさん、あまぐりくるちゃんさん、クロちゃんさん、ゆめのちゃん、ゆめのちゃんさっき言ったか、ありがとう、ギフト。バラやら、金魚すくいやら、ハートやら、ありがとうございます。ミクちゃんはね、その時間にする、します。19時から20時。どうなんだろう、あの時間はみんな見に来れる時間なのかわかんないんですけど。ジョーちゃんさん、おはいと、ありがとう。19時のミクチャ見れる、お、待ってます。最近さ、マジでちょっと関係ない話なんですけど、ミクチャとはなんか本当になんか最近歌ってなさすぎて、ちょっと歌が衰えてるんじゃないかっていう心配があります。本当に本当に本当に、なんかね、なんだっけ、なんだっけ、あ、そうそう、ツアーとかではね、歌ったりしてるけど、ツアーとかでは歌ったりしてるけど、歌だけっていうのを最近マジでやってなくて、
気が向いた時に歌ってると思いました。いや結構今はなんか歌いたいっていう気持ちがあるんだけど、気持ちはあるんだけど、あの下手くそで下手くそだから、そう歌ったらね、ちょっとあ歌えないってもっとなっちゃいそうで歌ってないんですよ一人でも。でもねそれなんか前ねボイトレの先生にね言ったらね、なんかそれはまあ何、最初に歌った声はまだ喉が慣れてないんだから、まあそりゃね一発目歌えなくてまあ大丈夫、歌えなくてまあしょうがないよねみたいな感じで思えばいいって言われて、そう、それは結構いい言葉です、いい言葉をいただきました。なんかね本当に初っ端ってダメなんですよ。なんか 3、4回目ぐらいからだんだんあなんか乗ってきたって感じになるので、最初は本当にだから最初でめっちゃ歌えないとかなっちゃうから、そうそう、まあ最初はこんなもんだよって思った方がいいって言われた。どうしようかな、ちょっと午後は歌おうかな。午後は歌おうかなと。思います。ミクチャで歌聞けるかな。ミクチャ歌わんかも。ごめん。ミクチャ歌わんかも、わかんない。気分によるあの午後でいっぱい練習していい感じってなったら歌うかもやけど、ちょっと最近のミクチャので久々に歌った時にあれあれってなっちゃってちょっとびっくりしたからわかんないけど、確かにカラオケの時の3曲目くらいから調子出てくる。そうそうそう、そんな感じなんよ。もう引かないのぞうさん、風鈴ありがとう。そうよね、ショールームにはない曲もあるから本当は歌いたいんだけど、歌いたいんだけど、歌いたいって気持ちはあるんだけど、まあ午後に、午後のあれによってって感じ。まあでも配信することは確定なので皆さんぜひ来てください。1時間も配信できるのでミクチャで待ってます。むちやさんスイカありがとう。何分だ今、48分。じゃあ55分になったらスクショタイムしたいと思います。55分になったらスクショタイムして、まあ58分ぐらいにランキングを読んでって感じにします。やだ本当に最近マジで歌ってなくて歌えなくて本当にって感じなんですけど、まあ皆さん午後も頑張りましょう。恒例のスクショタイム、若干恒例になってきたスクショタイムです。まあスクショタイムではありません今日は。今日は。普通のスクショタイムで良かった。そうなんかさ最近ねゆらのね配信のスクショをね載っけてくれてる方がねちょっと増えてきたから嬉しいので、まあそ
それならね、スクショタイムで撮っていただいた写真をね、そうと思って。いやなんか本当にね、なんかね、あのマジでわかる、外わかりますよ、なんか息苦しいよね、暑すぎてマスクもしてるし。いいですよ、乗せても、ただし半目とか NG ですね半目とかは NG です。スクショタイムで撮って、ちょっとあいい感じいけちゃんって思った写真をぜひ載っけてください。キーちゃん雪だよって思ってくださったやつを載せてください。よろしくお願いします。ふふふって何？怖いんだけど。ちゃんと載せてくださいよ。半面をすぐに消してます。いける。ありがとうございます。どこがいいかな、ここでいいかな。まだもうちょっと55分になったらね、少しタイムしたいと思います。それが恋と気づいたいのさ。あー、よし、皆さん午後からも頑張りましょうね。私はまだご飯を食べていないので、ご飯を食べます。この後は何食べよう、結局何を食べようか決めてないんですけど、え、やだ、これ見えるやん、ここからなんでこっから見えるんじゃん、知らんかった。受ける、そこから見えるとは想像していなかった。そう、なんか謎のここに窓があって頑張れる決め顔受ける。なんか何のポーズがいいとかありますか？なんかね、なんかあるポーズ。ポーズなんかありますか？何のポーズがいいですか？ポーズのリクエストをお願いいたします。サンリオキャラのポーズ、シナモンしか分かんない、これしか分かんない。いいのかな、シナモンで。ぶりっこキュンですって、ヘペロ、セクシーイケやん、サンリオ、大人のゆらちゃんの小学生のゆらちゃん、どういうこと、どういうこと、横顔、ウインクできんのよね、ゆら。おえ、後ろから振り向いて親指噛んだポーズ、すごいね。そんな注文が来るとはまさか思っていませんでした、この短時間の短時間のあれでそんなに細かいやりが来ると思わなかった、ありがとう。スクショタイムなのにお昼休みで終わっちゃう、配信ありがとう、あ、ありがとう中里さん。あ、55分になりました、ということでスクショタイムしたいと思います。まず何があったっけな、ぶりっこポーズ
からのキュンです、キュンですポーズ。キュンですポーズとはからのなんだテーブロって何、テーブロってこういうことからのなんかプリクラみたい、ウケるセクシーケアン、セクシーケアンって何、セクシーケアン分かんない分かんない分かんないからのウケる、なんか楽しい、これなんかプリクラみたいやん、サンリオシナモンしか分かんない、オッケーからのちょっと後ろから振り向いてはちょっとよく分かんないので静かにしてくださいっていうことで、はい、オッケー、ありがとうございます、オッケー、あと何があった、横顔ポーズって何、これは横顔ですからの、なんだびっくりポーズ、オッケー、びっくりポーズ、オッケー、はい、はにゃ、はにゃってどんなポーズなの、わかんないな、ゆら、はい、ということで却下された、午後から頑張れないよって、セクシーポーズこれしたので、これがセクシーポーズはい、ということで終わりたいと思います、ありがとうみんな、ちょっと57分だけど読むね、57分だけど読むね、あ、モヒカネナソさんギフトたくさんありがとう、キューちゃんさんもありがとう、ギフトありがとう、はい、ありがとう、では終わります、良い昼休みになりました、よかったです、皆さん午後からも頑張りましょう、ということでランキングを読みたいと思います、13位キューちゃんさん、12位てっちゃんさん、11位はるさん、10位中幸さん、9位斉藤さん、8位マスオさん、7位赤いマフラーさん、6位スーさん、5位松津さん、4位のりさん、3位むっちゃんさん、2位あきさとさん、そして1位はドゥルーッドゥン、もひかないなそうさん、ありがとうございます、いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日もひかないなそうさんは生きてるよ、ありがとうございます、では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 、みんなみんな終わりたいと思います、はい、みんなありがとうございました、午後からも頑張りましょう、ちょっととりあえず1時まで配信します、1時になったら終わります、配信ありがとう、そうミクチャでまた会いましょう、皆様19時集合でよろしくお願いします、19時集合でよろしくお願いいたします、はいおやすみ、って一人で突っ込んでるのウケるはい、では終わります、午後もみんな頑張ろうね、頑張ろうね、みくちゃん頑張ります、皆さん頑張って1位を目指しましょう、今何位なんだろう、2位、ゆらが見た時2位だったんだけど、頑張りましょう、あーおー、ではでは終わります、おやすみなさいませ、じゃないよ、午後からも頑張りましょう、皆さんではではまたね、19時集合で19時にまた会いましょう、バイバーイ、バイバイ。